今日はカルボナーラを作っていきます。使う材料が、はい、こちらですスパゲッティと、ベーコン、それから卵と、牛乳とロノクリーム1対1で割ったものです。とあとパルミジャーノ、粉チーズも使っていきます。ってことで、お湯の中に塩を入れて、その塩の塩分は、まあ、何パーセントとかいろいろ出てるんですけれども、わかりやすくお吸い物で飲んだらしょっぱいなと感じるぐらいがちょうどいいです。はい、では入れていきます。火をかけてオイルを入れて、まだ冷たい状態から火を入れて、炒まってきました。ポイントとしては、あんまりごちゃごちゃかき混ぜない。放っておけば勝手に美味しくなります。あんまり手を加えないようにしてください。このぐらいになってきました。火を弱火にしてもらって、ベーコンから旨味が引っ張り立つようなぜひ火を入れてってください。この時に、中火もしくはそれ以上の火力だと、ベーコンからの旨味が出てくる前にカリカリになっちゃうんで、もうこの状態で放置です。あとスパゲッティの方は、茹でてる間に一度でいいんで、一度かき混ぜてあげてください。固まったように。火加減は相変わらずこのぐらい、ちょっと加減ですね。はい、で、ベーコンの方、だいぶ炒まってまいりました。ここら辺はお好みでいいと思うんですけど、うちの店の場合はこの程度までなってきたら、一度、火から外しておいて、ちょっと粗熱を取ります。で、だいぶ、火が弱まってきました。粗熱が取れてきました。そしたら、やり方、カルボナーラってちょっといろいろあるんですけれども、本来はこういう生クリーム、牛乳は入れないんですけれども、日本のよく食べるレストランでは、生クリームとか牛乳はよく入れるので、入れた方が馴染みのあるカルボナーラになると思います。で、この時も、パスタを加えてから卵黄を加えるんですけれども、ご家庭でやる場合はこの時点で卵黄を加えちゃいます。卵黄を加えたらもう混ぜちゃってください。フライパンの粗熱が取れてないとこの時点で固まっちゃうので、フライパンでやるのが怖かったら牛乳、生クリーム、あと卵黄をボウルで先に混ぜちゃってください。この時点で粉チーズ、卵が手早くやらないと固まってきちゃうので、手早くささっとあえて、あと味見していただいて、で、濃度的にはこのくらいでちょうどいいと思います。
緩めに残ってる状態。こんな感じですかね。わかる。わかる。で、これをまんべんなくかけてあげて。あとはカルボナーラには、ブラックペッパー。これは決め手なので、これはたっぷりかけてあげてください。カルボナーラの直訳すると炭焼き職人とかそういう意味があるんで、まあ、このブラックペッパーが炭に見えるところが由来なようです。ということで、はい、カルボナーラ完成です。